はい。最近ちょっと忙しくてね、全く動画公開がね、できていませんでした。ということで、久々のね、動画公開になります。はい。今回はね、このレトロフラックさんが発売している GPI ケースなんですけども、こちらね、今までに何度か動画を公開したことがあると思うんですけども、ちょっとね、問題があります。というのは、このね、ラズパイゼロという、ちょっと非力なね、ラズパイなんですね。ですので、ゲームによってはね、重くてゲームができないというものがね、結構たくさんあったんですけども、今回、こちらのね、GPI ケースをパワーアップさせるパーツがありましたので、ちょっとね、見ていこうと思います。で、このパワーアップパーツに関して言うと、このレトロフラックさんはね、全く関与してなくて、他のメーカーさんがね、発売しているものになります。はい、こちらがね、GPI ケースをパワーアップさせるパーツの一つになります。はい、このカセットね、スケルトンのカセットケースに入った基板。そして、それにね、貼り付けるシールがね、一応3枚入っています。で、この、GPI ね、ケースなんですけども、以前のね、このゼロ用のカセットケースと比べると、一回り大きくなっています。で、以前のものはね、USB とか接続できなかったんですけども、今回のね、この GPI のね、新、カセットケースは、上と側面に USB のね、端子があって、周辺機器をね、接続することもできます。そして隣にあるのはマイクロ USB のね、差し込み口になります。はい。このようにね、縦にちょっとね、1センチぐらい長くなっています。で、このケースはね、精密ドライバーがあればね、プラスのネジ2本で止まっているだけなので、簡単にね、このように蓋を開けることができます。そしてね、ここにもう一つ重要な部品を取り付ける必要があります。それがこのラズベリーパイコンピューターモジュール4というラズベリーパイ本体ですね。こちらを購入する必要があるんですね。で、値段はだいたい4,000〜5,000円から7,000〜8,000円。だいたいメモリーのね、容量だとか、Wi-Fi がつくかつかないかとかで、かなりのね、バリエーションの数がたくさんありますので、自分のね、好きなタイプのものを購入してください。僕が買ったのでね、4,000〜5,000円ぐらいだったと思います。はい、で、この基板を先ほどのね、スケルトンの中にあった基板に、取り付けていきます。もう取り付けといってもね、ぐっと差し込んでいくだけなんですね。はい。こちらの基板に、ね、このように、うまくね、差し込み口を合わせて、ぐっとね、押し込んでやります。はい。はい、これでね、このラズパイと、このね、基板の接続が完了しました。もうあとはね、このスケルトンのケースに、入れて、またね、ネジ止めしてやれば OK です。で、ネジ止めね、これなんですけども、ネジの長さがね、2本違うので、上が長いやつ、で、下が短いネジになります。はい、これでね、完了です。はい、それではですね、このラズパイケースの、オフィシャルサイト、この GPI ケースのサイトのここのね、ダウンロードボタンを押して、圧縮ファイルをダウンロードします。で、そしてね、それを解凍してやります。で、そのね、解凍したファイルの中に、一つだけ使うファイルがあるので、そちらを、探していきます。はい。ちょっとね、中に、断層の奥の方にね、入っているんですけども、ここの dpi24.dtbo というね、このファイル、こちらのファイルを、ちょっとね、リネームしてやる必要があります。はい。で、このファイルを、はい、こちらのようにね、リネーム、半角でね、リネームして、後で使えますので、ちょっと置いておいてください。で、そしてね、ラズパイ4の、インストールを行いますので、マイクロ SD をね、パソコンに入れて、ラズパイをインストールしていきたいと思います。はい、それではね、マイクロ SD をね、真ん中を押して選択してやります。32GB なので、32GB と書いてあるところをクリックします。はい。そして左側を押して、FAT32 でね、フォーマットしてやりますので、はい、ここをね、クリックしてやります。はい、そして書き込みボタンを押すとスタートします。
確認のメッセージが出るのでイエスと押してやります。これで、フォーマットがスタートします。まあ、フォーマットはね比較的すぐに終わりますので、コンティニューボタンを押します。今度ね、ラズパイをインストールしますので、もう一回真ん中を押して 32GB のねマイクロ SD を選択してやります。そして左側を押して、はい、中央にあるエミュレーター&ゲーム OS と書いてあります。ここをクリックします。するとね、中央にレトロパイと書いてありますので、こちらをレトロパイをクリックします。はい、じゃあ一番下の 4.71 RPI4-400 こちらをクリックします。はい、はい、そして書き込みボタンを押すと確認のためのメッセージが出ますので、イエスというところをクリックします。はい、これでね、ラズパイの書き込みがスタートしました。ちょっとね時間がかかりますけどね、しばらくこのまま、放置しておきます。これね 100% までいくと、今度ベリファイといってね、書き込みがどうできたかどうかのね確認がまたね始まりますので、また一旦0にパーセンテージが戻って、もう一度 100% までいきます。はい、これでね、書き込みがね全て終わりました。はい、コンティニューボタンを押してマイクロ SD をね、取り出して、でちょっとねマイクロ SD を取り出してちょっともう一度入れます。この時にフォーマットしますかとね聞かれますので、必ずいいえを押してください。先ほどのねマイクロ SD をパソコンのねエクスプローラーで表示させると、ブートと書いたドライブがね表示されますので、そのブートねドライブを、クリックして中身を表示させます。まあ、すると、ブートドライブのね一番上にオーバーレイズとね書いたフォルダがありますので、先ほどリネームした、DPI24、アンダーバー GPI.DTBO とねリネームしたファイルをこのオーバーレイズというねフォルダの中に入れてやります。はい、そしてそのねフォルダのね、そしてこのブートドライブのルートの中にある、コンフィグテクスト、こちらをね開きます。はい、するとねテキストのねずらっとねいろんな文字が書いた、文章が出ますので、まあ、そちらの一番下にねカーソルを持ってきておきます。でここにね今からねちょっと、文章を追加します。でこちらのページにある、一応概要欄にもねリンク先も貼ってありますが、こちらの文章、はい、こちらをコピーしておきます。はい、右クリックコピーと。そしてね先ほどのコンフィグテキストの一番下に、右クリックして貼り付けします。はい、そして上書き保存しておきます。はい、これでとりあえずね第1弾、これで終了です。はい、そうしましたらマイクロ SD をね取り出しまして、はい、そしてね GPI ケースにセットしてね電源を入れてやります。ちょっとね見てなんか不自然なのが分かりますかね。横に表示されていますが、今の段階ではこれで OK です。まあね後でねちょっとなんとかしますので、とりあえず今はこのように画面が横に表示されている状態で、起動します。最初はちょっと時間かかりますけどね、しばらく、ちょっと放置しておきます。はい、そしてねエミュレーションステーションがね起動しますとキー設定の画面が出ますので、 A ボタンを長押しして上下左右と例のあのキー入力を設定していきます。ちょっとね画面が真横向いててねやりにくいですけども、ちょっとねキー設定を行います。キー設定はねあるボタンだけで結構です。アナログボタンはねありませんので、あるボタンだけ、入力して、ね、スタートセレクトはねありますけど、アナログなどの場合はもう A ボタンを長押しして、選択をスキップしてください。ないボタンの方が多いですのでね、もうスキップスキップスキップのね、まあ、スキップの連続になると思うんですけども、根気よく続けていきます。で入力終わるとねこのようにレトロパイのね画面が出ますので、レトロパイの設定画面を開いてラズパイコンフィグでしたかね、を選択します。
で、ラズパイコンフィグを選択してね、ネット接続がね、できるようにしていきたいと思います。上から3番目のね、インターフェース、なんとかと書いてあるとこを選択します。はい。そして、セレクトでね、選択をしてやると、2番目にね、SSH と書いてありますので、SSH をね、オンにしてやります。はい。Yes というふうに、ボタンを押して OK を押します。でね、このラズパイやられてる方はね、サンバ設定はやらなくちゃいけないんじゃないのと思われるかもしれませんが、もうサンバ設定はね、もう標準でオンになってますので、これで OK です。で、そしてですね、USB 端子から LAN 端子へね、変換するケーブルをまあ差し込みまして、今からちょっとね、有線接続していきたいと思います。で、このマイクロね、USB から、まあ、普通の USB にね、変換する、アダプターなんかね、あった方が非常に便利かなと思います。はい、このようにね、LAN ケーブルを差し込んで、ちょっと有線接続していきたいと思います。先ほどのね、SSH のね、設定をしてやると、おそらくパソコンでね、ネットワークに接続されたパソコンに、ラズパイがね、表示されると思いますので、そちらからね、今度は作業を行っていきたいと思います。はい、パソコンでね、表示させてみました。レトロパイのね、フォルダがね、表示されています。で、この中のコンフィグズ、こちらの中のオールと書いてあるフォルダ、の中に、オートスタート .sh と書いてあるファイルがありますので、そちらをね、編集、まあ、開くでも編集でもいいと思います。で、テキストファイルで開きます。メモ帳か。メモ帳で開いて、で次にね、この GPI メイト、ハウトゥーページの、このね、ハウトゥーページを開きます。で、そこの中の、まあ、12345ってね、いろいろ番号が打ってあるんですけども、その、ハウトゥーページの4番ですね。4番のところにある、エミュレーションステーションなんたらかんたらっていうところの、文字をコピーします。はい。ね、1行ですけどね、打つと間違いとかね、ある可能性があるので、こちらをコピペします。はい、そしてね、先ほどの、オートスタートファイル、こちらに、上書きします。追加じゃなくて、もうこの文字自体を消しても大丈夫です。はい、貼り付けしました。はい、まあ、上書きですね。はい、そして、このファイル自体を、上書きして保存しておきます。はい。次ですね、もう2つ下に、retroarch.cfg というファイルがあるのがわかりますかね。2つ下ですね、retroarch.cfg、 こちらもね、メモ帳で開きます、はい、このねファイルを開いてね、またちょっと追加してやる必要があります。はい、ずらっとね、ちょっと長くね、いっぱい書いてあるんですけども、こちらの、一番最後にね、追加しますので、一番下まで、持っていきます。はい、このね、一番下、ここにね、またコピペしてね、追加しますので、はい、とりあえずね、また先ほどのハウトゥーページに戻ります。はい。で、こちらをね、ずっとスクロールさせていって、はい、先ほどね、4番だったんですけど、今度この5番、こちらのね、この文章をコピーします。はい。コピーして、先ほどね、開いたレトロアーチ CFG というね、ファイル。こちらに、の一番下の行にね、追加します、右クリックで貼り付けですね。はい、このように、はい、貼り付けできました。今ね、反転させた分が追加させた分ですね。それではね、上書きします。はい、今ね、レトロパイにね、つながれてるんですけども、これね、マイクロ SD、もう一度ね、取り外します。そして、パソコンにね、入力します。もう少しでね、終わりますので、はい。マイクロ SD をね、外して、パソコンに接続しますと、ブートフォルダがね、出ますので、ブートフォルダの、にある、CMD、LINE テキストとありますので、これですね。
CMD LINE テキストというのがありますので、こちらをメモ帳で開きます。はい、はい、またねこちらにね、文字を追加しますので、先ほどの GPI メイトのねプラスの How to ページ、こちらを開きます。4番5番と来て最後ね6番、こちらのね文字を、まあ、1行なんですけどね、こちらをコピーします。手で打つとね間違える可能性があるので、こちらをコピーします。そして、先ほど開いたページに、ね、追加なんですけども、あの行をね勝手に改行しないようにエンターキーを押してね、あの文字の最後のに半角スペース、半角のねスペースを開けて、そこにこのねスプラッシュなんたらかんたらっていうのを追加します。はい、今反転した部分が追加した部分ですね。はい、これでね全て終了です。はい、上書きしてね保存したら、またねこの GPI のねこのケースに入れて、はい、電源を入れてみます。はい、もうねこれで全てね終了しました。はい、これでもうね全て終わったんですけど、まあこのレトロパイってね書いてあるこの文字だけはね、ちょっと横に向いてしまってるんですけども、まあ、起動したらね正常な画面になりますので安心してください。これもね到着がねもう数ヶ月前に購入したんですけどね、もう開封はねもうほんの数時間前ということで、まあ、とりあえず起動するとこまでをねちょっとなんとか動画にしてみようと思ってね、やってみましたが、はい、無事にね先ほど起動した時はね画面がぐるっと真横向いてましたが、ちゃんとね縦に、ね、見やすい方向に向いていると思います。ということでね、まあ、あとはもうねラズパイをやられてる方なら、まあ、ゲームをねエミュレーターを追加したりロムを追加したり、まあ、好きなようにね、この状態だったら遊べると思うんですけども、まああのねこの GPI ケースってね、あの、0というね、ラズパイ0というね、ちょっと非力なマシンだったんですけども、ラズパイ4というね、非常に、まあ、ね、性能のいいね、CPU にね、置き換わったので、まあ、ちょっとね、重たいソフトでもね、スイスイ動くんじゃないかと思います。といってもね、まあ、ラズパイ4でね、遊ばれてる方はね、あ、まあ、大体どれぐらいで動くのかというのはね、わかると思うんですけども、まあね、もしこの GPI ケースをねお持ちの方はね試してみてはどうでしょうか。今ねこれはまあちょっとファミコンなんでね、ファミコンのアストロ忍者マンというね平成に発売されたソフトのね、デモなんですけども、やっぱりファミコンでも非常に軽くなってますね。はい、ということでね、この GPI ね、ケースのね、パワーアップのちょっとね動画をお伝えしましたと。概要欄にねまあ、のコピペした内容もね貼り付けておきますので、もしね新しいこの、パワーアップのね、装置を購入された方は概要欄のね文字をコピペするとね簡単に一応できるようにしておきますので、使ってみてください。ということでね以上動画でした。